下村陽子は、日本の作曲家、編曲家、兵庫県生まれ、大阪音楽大学短期大学部音楽科企学、専攻卒業。主に、ゲームミュージックの作曲活動で知られている。担当作品に、ストリートファイター2、スーパーマリオ RPG、マリオルイージ RPG、シリーズ、キングダムハーツシリーズ、ファイナルファンタジー XV など、 カプコン、スクウェアを経て、現在フリー。ゲーム以外にも、映画や、テレビアニメ、舞台作品に関わり、活躍の場を広げている。自分自身を、直上型と評するように、直感的な作曲傾向が見られるが、パラサイトイブでは誕生を封印した曲作りを行う。通称、下村説と呼ばれ最も得意としているのは16、ビートのバトル曲。 最も感動したゲーム音楽には、ドラゴンクエスト3そして伝説への大空を飛ぶをあげており、これほどの曲が作れたなら、その瞬間に死んでも構わないと思わせるほどの衝撃であったと語っている。また、すごいと思ったミュージックコンポーザーには、ニンテンドーの近藤工事をあげている。クラシックではラフマニノフが好きだという、4歳の頃にピアノを始める。 小学6年生の時に本人曰くスイッチが入って練習に熱を入れるようになり中学からは音楽付けの生活を送る高校の時には指揮を習いブラスバンドではフルートを担当した大阪音楽大学短期大学部でピアノを専攻また副専攻で作曲を学んだ卒業後カップコンに入社ストリートファイター2など数々の音楽を手掛ける しかし、コンシューマーゲームの制作から外れることが決まったことと、RPG が作りたかったという理由から、1993年、スクウェアに転職。念願のファンタジー RPG である、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナを、はじめ数々の音楽を手掛けた後、2002年末に、スクウェアを退社し、フリーとなる。その後も、フルスのカプコン、スクウェアの後継会社である。 スクウェア・エニックスやニンテンドーの作品などゲーム音楽を中心に活動を行っている。印がついている作品は数曲のみの一部参加タイトル。また、印がついていないタイトルも一部他の作曲者による楽曲が含まれているものがある。カプコン在籍時代、カプコンサウンドチーム、あるフリーラの一員としての仕事のため、メイン担当作品でも他のコンポーザーの曲が、 含まれている作品も存在する。この頃は、ピ、シモピーなどの名前で活動していた。スクウェア在籍時代フリー以降、ありがとうございます。